ミニリボルバーはアメリカのノースアメリカンアームズ社が開発した回転式拳銃である。その名称通り極限まで小型化されたボディが特徴でロバート・カイ・ベイカーによる設計を原案としており、その原型となった当初のモデルはフリーダム・アームズ社によって製造・販売が行われ、その後ロック機構の異なる改良モデルがナー社より製造されることとなった。 1974年には、まず 22S が発売され、これが好評だったことから、2年後の1976年には、さらに 22LR と 22M を発売した。半月型のフロントサイトを備え、フレームはシリンダーを取り囲む一体成型のソリッドフレームとなっており、シリンダーの前後に貫通した穴にシリンダーピンを差し込んで、ネジで止めることで固定されるシンプルな構造である。 弾薬のハイサヤの際は、このシリンダーピンをエジェクター代わりに用いる。作動方式はシングルアクションオンリーで、ハンマーのメインスプリングはかなり強い上、トリガーガードは装備されておらず、代わりにトリガーの左右を突出したフレームの一部がカバーするシャーシドトリガーガードを設けている。また、小さなグリップ小握り辛く、指を伸ばして反動を抑えようとすると、 シリンダーギャップから波状に吹き出す燃焼ガスで指先の皮膚が裂けてしまうことがあるという。光景はすべてのモデルで、22光景で、使用弾薬は、22ショート弾、22ロングライフル弾、22ウィンチェスターマグナムリムファイア弾で、重心長は1.13インチモデル、1.63インチモデルのバリエーションがある。 22LR と 22M はそれぞれ標準となる重心長のモデルがあり、それより長い場合は L、短い場合は S と付く表記法となる。他にも折りたたみ式のホルスターを兼ねるグリップを備えた HG モデル、中央部に銃本体を収めることが可能なカスタムキャリーベルトバックルが付属した部房モデル、同じく組み合わせることで傾向が可能な。 カスタムキャリースケルトンバックルが付属した BBS モデルがラインナップされている。22ショート弾モデル。バリエーションは1.13インチモデルのみで年間限定で生産されている。22ロングライフル弾モデル。1.13インチモデルが標準となっており、バリエーションとしては1.63インチモデルの22リットル LR、HG モデルやブボウモデル、BBS モデルがラインナップされている。 22インチェスターマグナムリムファイアダムモデル。標準となっているのは1.63インチモデルで、1.13インチモデルの 22ms、その BBS モデルである 22msBBS や HG モデルモデル、重心部にマグナポートを備えた P モデル、スケルトンハンマー、ラバーペブルドグリップ、スタライズドシリンダー、ベンチレーテッドリブ付き重心を備えたステンレス製の TW モデルがラインナップとして存在している。1インチのヘビーバレル、スリップオンラバーペブルグリップを備えたステンレス製、モデル。XS ホワイトドットサイトを備えたパグ、D モデルと、XS トリチウムサイトを備えたパグ、T モデルに大まかに分けられ、それぞれ C モデルや P モデルもラインナップされている。2インチのヘビーベントバレル、大柄なブラックラバーグリップ、ノンフルーテッドシリンダー。 マーブルアームズ射程固定式サイトを備えた射撃競技向けモデル。バリエーションとしては、22LR 弾モデルや、22WMR 弾モデル、C モデルのほか、アジャスタブルサイトを備えた A モデルや、フレームに PVD コーティングが施されたモデルも存在している。ブラックウィドウと同じ射撃競技向けモデルだが、ブラックウィドウよりも長い4インチのヘビーイベントバレルを、 備えたモデル。22LR 弾モデルや、22WMR 弾モデルのほか、アジャスタブルサイトを備えた T モデル、C モデルも存在している。八角中上のヘビーオクタゴナルバレルや、ローズウッドブーツグリップ等、1860年代のパーカッションリボルバーを思わせる外観のステンレス製、モデル。使用弾薬のバリエーションは、22WMR のみで、 2.5インチバレルで、シェリフ3インチと4インチバレルで、R6 インチバレルで、ホックレッグと重心長ごとにも分けられている。また、シェリフは重心下部におしぼ端式ラッチを備えているが、R とホグレッグでは、フェイクローディングレバーとなっている。シリンダーは前方より黒色火薬と鉛弾を分けて、装填を行うパーカッション方式となったモデル。 22LR をベースとした 22LRCB、22M をベースとした 22MCB のほか、レザー弾丸ポーチ、南北戦争時代のレプリカフラップホルスター、弾丸ニップルを取り付けた、追加のシリンダー等の追加キットが付属した、K モデル、1860から4をベースとした1860から 4CB がラインナップされている。カスタム銃のバッチを注文することで、 通常よりも低い価格で販売される特別モデル。22M をベースとしたブレークオープン式モデル。重心長のバリエーションは通常の1.63インチモデルに R250 と R4 が存在するほか、それぞれ C モデルも設けられている。1.5インチバレルを備えたスイングアウト式モデル。重心長のバリエーションは 他に2.5インチモデルと4インチモデルが存在し、それぞれ C モデルも設けられている。ノースアメリカンアームズ公式サイト。ありがとうございます。